はいこんにちはやすです、えー。今日はですね二月六日がね収録日なんですけどアメリカ時間の二月六日が収録日なんですけどもヘッドラインは、えー、決算減速気味も株価十二ヶ月分にプラス十九パーセントというね内容で送り届けたいと思います、えー。今日も最後まで見ていただいてねいい動画と思っていただければぜひねチャンネル登録いいねでね応援していただけると嬉しいです。今日はちょっと久しぶりにねあの大人気柴犬バージョンでお届けしようかなというふうに思ってます。うん、はい。 でえっと、今日の概要なんですけども、まあ、基本的には、ね、ファクトセットを読む回です決算も,、ね、もう大体半分以上、ね、終わってきたんでここでね一旦ファクトセットを読み返すことは非常に重要かなというふうには、ね、思っていますで、ざ、えー、っくりとねあの全体感を言うと Q4 の決算というのは非常に強いんですけども、まあ、Q1 以降は、ね、ちょっと減、ね、速気味がかなという、ね、印象を持っていますただアナリストはあの12か月後に、ね、株価プラス19%になるというね まあ強い予報、予想を出してますけども、私はんうん若干懐疑的、PR が高い状況が、えー、続いているので、ね、若干懐疑的ですけども、アナリストは、ね、プラス19%という、ねえー、予想を出しているみたいですよ、まあ。所感としては、しっかりか下がったときに、ね、追加していくのが重要なんじゃないかなというふうに、ね、考えてます。はい は自己責任でお願いします今日はね、まあ、最後の所簡以外はね、基本的にあのファクトセットに返ってくる淡々とね、えー、お話ししていきますんでね、ぜひね、あの皆さんの、ね、投資判断の参考になれば幸いです。で、えー、っと、これちょっと変なの残っちゃったな。えー、っと、まずね、ファクトセットっていうお話なんですけども、結構ね、アメリカの、まあ、なんていうのかな、S&P だったりとか、あのー、決算、経済の情報においてね、結構ファクトセットっていうのは、まあ、 幅広く、ね、読まれている、幅広く使われているデータの、まあ、データなんていうのかな、データシンクでいいのかな、とかの一つです。うん、なので、えっとかなり、ね、いろんなデータをまあ、常にレポートとかしてて、まあ、今日はねこのファクトセットから出た2月4日時点での、まあ、S&P のね、まあ、いろんな事実のレポートが出ているので、そちらのお話になります。でこの 2月4日に出たレポートの,その全部は、ね、全体は動画詳細欄に貼っておきますので、ぜひ、ね、え見てもらえればと思います。というわけで、ね、もう早速いきますえ。まずね、概要からなんですけども、えー、21年の、ね、Q4 の決算ですけども、今のところ、ね、56%ということで、だいいね半分くらいの、S&P の、ね、半分くらいの会社が、えー、決算発表を終わっています。で、えー、76%が、あのーまあ、ポジティブ、あのー、要はアナリストの予想をクリアしたと。77が 76%が、えー、利益の EPS の予想クリア、で77%が売上を予想クリアということで、基本的には、ねえー、順調な Q4 になっているかなという感じですね。で、給、え、付、ー、の EPS のグロースは29.2%でした。29.2%。1年前から比べて、まあ、利益が、ね、29.2%成長しているということで、これ自体は、ね、非常に強い決算になっているかなと思います。で、えー、っと、12月末の時点。えー、だから 1>, まあ1ヶ月前ということですけども、まだ Q4 の決算が開く前は、EPS 成長が21.3%だったということなんで、それに8%ぐらい上あぶれてるんですよね、本来であれば、こんだけ強ければあの株価は上がるぐらいの強い決算です。ですけども、今としはどちらかといったら、それが PR 下がるっていう形でね、れたかなという感じがします <laughs>。 そしてこれちょっと気になるのがガイダンスなんですけども今のところね、えー、34社がガイダンスを発表してるますけどもあ違うごめんなさい今のところガイダンスを出してる会社で34社が、えー、ネガティブあのー、まあネガティブっていうのはおそらくそのアナリストの予想を下回る、えー、ガイダンスを出してて13社がアナリストの予想を、ね、上回るガイダンスを出してるってことなんでまあこれ自体もねちょっとね悪くなってきたかなという数字です。で最後、まあ 今後の、ね、議論の、まあ、私のチャンネルでは、ね、大部分の議論を占めるのがこの PR ですよね。えー、と12ヶ月先予想のベースの EPS で、ねあのー、PR を測ると今のところ19.7です。まあ、だいぶ下がりましたけどもね。で5年平均が18.6で10年平均が16.7ということなんで、この中で、ね、今後、ねあのー、PR というのがどう変化していくかというところが、ね、本当に、ね、今年1年、ね、重要なところかなというふうに思っています。はいで で今からの流れは全部そのファクトセットの流れ通りにやっていくので、まあ、ファクトセットが一番最初に持ってくるのがこれなんですよね。で、まあ、これがおそらく、まああのまあ、結構気になるトピックの一つなんですよね。えー、とまず一番最初に語られているのは Q1 の EPS です。Q1 の EPS、うん。で、えー、Q1 の EPS の,あのアナリストの予想ですね。 アナリストの予想だから決算を受けて、決算を開けて、いろんな決算を見てみたときに、Q1 の EPS の予想って動かすじゃないですか、アナリストが。で、それがなんと0.7%ディクリスした、減ったということなんですね。正確には、えー、今までは、あるいは12月末までは Q1 の EPS は52.22だったんですよって話なんですけども、今は51.86ですよっていうことで、ちょっと下方修正がかかってる。うん、でじゃあ問題は、うん この0.7%っていうのがどのくらいの数字なんだっていうことなんですけども、えー、過去5年間、まあ、20, 20回の決算期において、えー、と最初の決算を開けた最初の1か月で次の4期の、あのー、EPS が下がるのは1.3%平均して下がるそうなんですね、うん、で過去、えー、15年、えー、っと過去、えー、っと10年間だと1.9%、えー 20年間だと15年間だと2.1%なんで一応、これ何言われるかというと一般的に最初の決算日の1か月で翌クォーターの EPS が1.3%とか1.9%ぐらい下がるのは普通っちゃ普通です、まあ、どういう理屈か知らないですけども大抵その次のクォーターの EPS の予想はちょっと、ね、下がるみたいです、大抵ね。ただし、これは過去の平均なんですけども重要なのは2020年の急通。 以降は、えー、2020年の9つはコロナがあった時なんですけども、えー、2020年の9つ以降初めて、えー、次のクォーターのアナリストの総額が下がった年となりましたちょっとね正確には何言ってるかちょっと分からないのでこっちをこっちを見ていきますねでこれは何を示してるかっていうとこちらこちらはえっ、ー、と2020年の q 3のまあ要は 2020年の9月ですよね。あ、違うか、7月か。7月のときに、えー、789の,の第3クォーターの E ペースは1.4%上がったんですよ。で、同様に20年の Q4 の最初の1か月が始まるときに1.8%。で、同様に3.5、4.6、3.5ってなったんですけれども、で、えっ、ー、と、前回ですね、2021年の9月。 しかもね、10月か。10月が始まったとき、その第4クォーターの1ヶ月目が始まったときに 0.3%EPS、えー、が上がった予想。ね、で、今回は、えー、次の22年の Q1、1月が終わった時点で、なんとマイナス0.7ということなんで、明らかに、その、まあ、景気というか、まあ、決算減速っていうのは明らかにね、もう目に見えて、えー、明らかになってきてるわけなんですよね。うん。だから、今までっていうのは、 決算が終わると、その次のクオーター、より強い決算に情報修正して、さらに強い決算に情報修正してってなってたのが、今はあの若干ね、弱い、えー、決算に、えー、なってきてるというね感じです、はい、ただ、さっきも言ったように、この過去の、ね、平均で見ると、大体いい最初の1ヶ月で、ね、1%前後下がるってことは、割と結構普通なので、まあ、0.7%下がったからといって、別にめちゃくちゃ悪いわけではないですよっていうところは、一応注釈としてはあるんですけども、とはいうものの。 確実に決算の曲がり角が来てるというのは、ね、間違いなさそうです、はいで。もう一つなんですけども、これがどんだけいいんだろか分からないんですけれども、えー、とこれが、ねえー、と要は12月31日の時の EPS、e、Q1 の EPS、そしてこれが今のアナリスト予想の EPS。だからその EPS 予想が下がってくるわけですよね、決算を開けることによって。もともと52ドル25セント稼ぐと思ってたんだけど、いや、今はもう51.8セントだろうというふうに下がってくるにあたって、 当然、株価っていうのは未来を織り込んで動いていくので、まあ、株価は連動して下がってきましたよということを一応言いたいんだと思うんですけれども、まあ、株価下がったのはおそらくね、あのー、インフレとか、ね、金融引き締めというところが多分に、ね、影響してるだろうとは思います。で、そのままちょっとね、いろいろ、あのー、ファクーセットをさらにお話進めていくんですけれども、今のところ56%の会社が決算を終わって、76%が、あのー、アナリストレスを超えました。で どのくらい超えたかっていうと8.2%超えたとのことです、まあ、さっきもちょっと冒頭で言いましたけども、えー、と去年の年末ね12月31日だと21ぐらいだったのが今29ぐらいになってるので8%ぐらいね上振れしてるんですよただこれねちょっとマジックがあって、えー、とこのコンシューマー,ーデ,ィディスクレーショナリーっていうところがね一番、あのー、オーバービートしてるんですけどもこれはアマゾン が入っているセクターですでアマゾンはもうすでに皆さんご存知かもしれないんですけどもアナリスト予想3ドル61セントに対して27ドル75セントっていうすごいビートをしたんですよねだから結構このアマゾン、まあ、特にアマゾンで3ピーのウェイトがすごい高いのでこのアマゾンだけで結構 EPS のサプライズを出してしまっただからアマゾンを抜けばね正しい計算を書いてないですけども今29なんですけどもね あの29%成長したんですけどもアマゾンを除いたらひょっとしたら25%とか26%とか、まあ、そんくらいになるかもしれないっていうぐらいアマゾンが、ね、かなり引き上げたっていうのがね正常になりだから、あのー、今回の q パー2 9 2成長したわ強いではなくて多分にねこのアマゾンの影響力が入ってるっていうところはね、えー、注注力あの注視しておくべきところかなと思います、はい、でただちょっと面白いのがインフォメーションテクノロジー のセクターが結構8.4%ビートしてて、これがね2番目にビートしてるセクターということで、まあやっぱそう考えると、テックってまあまあ好調なセクターだったんだなという、ね、感じがしますね。あのー、このね、ちょっとあんまし存じ上げないけど、シテリック、あのー、システムズとか、XLinux とか、こういうところがねビートしてるんですけども、もうその中でもう一つね、他にも AM D、AMD、アマゾンとか、インテルとかも結構ビートしてて、インフォメーションテクノロジーっていうところはねあの、結構ビートしてるんだよというところがね、伝えられてます。はい 売上ですね売上は、えー、Q4 で、ね、15%成長しました、9%で15%で、これは5年の平均の、ね、6.5%を大きく上回っているというので、一、まあ、つ言えるのはインフレ、インフレというところが続いてきましたけども、やはり、ね、各企業、ね、価格転嫁をちゃんと行って、まあ、売上がしっかり伸びてるんだなというところにね。 えー、なります、えー、この、ね、売上の伸び率は2008年から、ねえー、記録を取り始めて3番目に高い売上の伸び率ということで、まあ、アメリカ、今、利益が、ねあのー、そこまでめちゃくちゃ伸びているわけではないですけども、まあ、29分も伸びているからすげえんだけどね売上が結構伸びているという、ねえー、状況になるかなと思うので今後も、ね、売上は伸びていくんだけどねみたいな局面はアナリストの予想は8.2%で上振れているということで、えー、す。はい まあ過去5年間で8.6%上振れるというのが傾向なので、8.2%だとまあまあかなと思ってて、これもまあ、あ、ごめん、これ貼り付けてるもん全然違ったわ、ごめんなさい。これ忘れてください。下はこれ貼り付けてるの、さっきのまんまですね、すみません。売上だけは15%伸びてるというところだけね見てもらえればと思います。結構重要です。ネットプロフィットマージン、まあ、利益率ですね、純利益率は、 ででしたこれ、過去5年間が11%なので、これ、非常に重要で、やっぱり結局、今後もね、S&P が伸びていく、アメリカ企業が伸びていく、株価が伸びていく、株価が伸びていくイコール、PR は上下しすれども、やっぱ EPS が伸びていかないと株価が伸びていかない、EPS が伸びていくときには重要なのは、売上がどんくらい伸びてきたと、利益がどんだけ伸びていくか、売上がどんだけ伸びるか、利益がどんだけ伸びるかという中で、当然、 利益,利益率であるネットプロフィットマージンがあるんで、これが落ちていくと結構危険信号なんですよ。ただ、えー、過去5年11%に対して、今のところ12.4%ということなんで、純利益率っていうところでは非常に、ね、あのインフレの中で頑張ってるんじゃないかなとはね、思います。はい、これは2008年,年以来、4番目に高い、ねえー、純利益率っていうことになります。はい、で、一番高かったのは20年の急通で13.1%ということなんで。 まあ、ちょっと下がってきたとはいえ、気にはなりますけども、まあ、この高い利益率が、ね、今後、アメリカ経済成長を、ねやっぱね、あの長期的には押し上げていくものになるのかなというふうに、ね、思います。ガイダンスですね、47社が、ね、今のところガイダンスを出しましたけれども、34社がネガティブで、13社がポジティブになります。はいうん、で、えーと、ネガティブのガイダンスを出した割合は72%なんですけれども、過去5年間では60%ということなので、 うんちょっとねこの辺のねあの先行きっていうところもねだんだん不安になってきたかなというね感じがします。はいまあ、なんでさっきの,、ね、の EPS のアナリストの予想が引き下がったとかガイダンスのマイナースがちょっとね多くなったっていうところを鑑みるとちょっと怖いのはそろそろ次の決算でねこう決算を開けたらアナリストの予想を下回るとかね、まあ、そういったところが出てきたりするとやっぱちょっと怖いなとかね思い始めてることなんで今後ねあの景気の強さっていうところはねしっかり見ていかなきゃいけないなという、ね、感じがします。 そしてこれが結構ねメイントピックの一つですね。えー、PR e、まあ、株価イコール e p s かける p e r っていうね、まあ、そういった計算式の中で、今のところ S&P500 の過、えー、重平均した PR e は19.7です。19.7、えー。過去5年の平均が18.6で、過去10年の平均が16.7になります。ただし、えー、昨年末ね、 昨年末は21.3でした。なんでそこから比べるとね、もう大暴ちてきましたよね。でこれなんで落ちたかっていうと、もちろんね、サンドピーの価格自体が6%落ちたっていうところはもちろんあるんですけども、向こう12ヶ月のね EPS っていうところが一応1.6%、えー、伸びましたよっていうところもね、えー、影響してる。まあこれフォワードどう計算してるかっていうのはちょっとどうん、どういう計算になるのかなと分かるんないですけどね、今回ほら EPS すごく上振れてるじゃないですか。 だから、それがフォワードにどう影響してるかっていうのは、ちょっとね、分、あのー、かんないんですけども、分かんないっていうのは、なんていうのかな、今、あ、回の決算、なんでかっていうとね、今回の決算、EPS が良くて、q 1のアナリストの予想とか下がってるから、あこれでどういう計算式になってるのかなとか、ちょっとね、具体的なところまで分かんないけど、いずれにせよ、でも、すげえ大雑把に言っちゃうと、株価は下がったけど、決算すごいいいから、PR が、ね、より圧縮されてるんだよってことを、ね、一応ここでは言ってます。はい、っていう感じかな。 <laughs> はい、であとね、ここが、まあ今日のトピックでもあったんですけども、一応こうやってこの、なんちゅうのかな、ボトムアッププライス、だから各企業の、えー、とあれあるじゃないですか株価の、株価のターゲットってあるじゃないですか、ね、おそらく株価のターゲットだと思うんですけども、S&P そのものというよりかね、まあ、いろんなデータを寄せ集めて、 過重平均して S&P の株価を算出すると今のところ、ね、5312になるらしいんですよね。でそれは今から今からっていうのは、えっと、今、S、S&P の価格4500前後だと思うんですけども、まあ、4477ってここに書いてますけどもねそこから18.7%伸びるらしいです。アナリストの予想を、ね、アグリゲートするとね、うん。で、コンシューマーディスクレッショナリーというところがプラス27、えー、コミュニケーションもプラス27というふうになってます。 っていう感じかな、うんまあ、若干私は懐疑的ですけどもね、うん、そんなさすがに伸びないだろうとは思いますけどもね向こう1年で、うん、ただちょっと擁護すると,、えっと今年中間選挙あるじゃないですか中間選挙が終わった後って結構伸びやすかったりするんですよねだから今年はまああのー、今ねちょっと難聴が続いてますけども確実に今年はね年末にかけて伸びる相場だと思うので、まあ、2月からね9月とかの間のところでね、まあ、しっかりね また、あ、中間選挙の直前でまた緊張が走ると思うんですけども、まあ、その辺のどこかで、ね、いい感じで仕込んで年末の、ね、上げっていうのをしっかり拾っていって、ねまあ、ここから19%とまでは言わないけど、まあ、10%くらいは、ね、ありえんのかなとは思うので、まあ、しっかり入れていきたいなという感じはありますよね、はい、で全体的には1万921の,、ね、の株価のレーティングを調べた結果 57%がパーで37%がホールドで5%が売りになっているので基本的に投資家はまだまだ、まあ、株価というか各企業の株価に関しては上目線を見ているということになります。最後ちょっとセクター別のお話をしていくんですけれどもカレンダーイヤーの2022年のグロースは、まあ、こんな感じになっています。でまあ私ね主にテックノメあのチャンネルなんでテックはやっぱり一番気になるんですけれども S&P が、まあ、今 今年し、ね、8.6%伸びるよと言われている中で、まあ、エナジーとかインダストリアルに一番伸びるよと言われているので、まあ、今ね、エナジーを持っている方も多いと思うんですけども、このコンシューマーディスク,ィスクレショナリーとインフォメーションテクノロジーというところも、ね、基本的には S&P の数字を上回るというふうに言われています。で、このコンシュマーディスクレショナリーの中には、アマゾンとテスラが入ってます。うん、アマゾンとテスラが入ってる。えテスラはもちろん、決算良かったんで、あのー、 伸びると思います基本的にはね、うん、伸びると思います。アマゾンに関してなんですけども、まあ、私の動画ではね、アマゾンの決算悪かっ、まあ、そんなに良くなかったですよっていうふうにはお伝えはしたんですけども、ただ、アマゾンの決算で逆を取れば、あのインフレ率が改善してきたら EPS がめちゃくちゃ上がるんですよ、うん、めちゃくちゃ上がる。うん、だから、あのー、どこの決算でね、インフレが改善するかっていうところがね、アマゾンの勝負だと思うんですよ。で、今って、あのー、金融引き締めいっぱいやってるしね。 まあ、あのどっかでインフレの効果っていうのが出てくると思うんですけども例えばどっかの雇用統計でその賃金が収まるみたいなねそんな内容が出て来ればでアマゾンのねあの e コマース事業倉庫とかのこの EPS が伸びる兆しが見えて来れば、まあ、めちゃくちゃ EPS 伸びると思うんですよめちゃくちゃ伸びるアマゾンは、うん、だから多分そのテスラとアマゾン4位でこのコンシューマーっていうところは非常に、ね、伸びるというふうに、ね、予想されてるんじゃないかなと私個人的にはそう考えてますはい。 でもちろんインフォーメーションテクノロジーですね、インフォーメーションテクノロジーも、まあ、ハイテクなんでね、引き続きだから、そのテスラ、アマゾンが入っているコンシューマーだったりとか、各種インフォーメーションテクノロジーが入っているところっていうのは、S、S&P をね、EPS 的には上回っていくんだよっていうところをね、ここでは示唆しています。ただ、ちょっと気になるのが、このコミュニケーションサービスというところは全然伸びないよという,うに言われてますね。えー、この中にはグーグルは入ってるんですけども、フェイスブックとかも、ね、入ってたりします。フェイスブックを中心としたコミュニケーションサービスがめちゃくちゃ、ね、伸びないなっていう予想になってるんだと思います。 えただ2023年になると今のところ、まあ、テックにありがちなコンシューマーディスクリショナリーだりとかコミュニケーションサービスインフォメーションテクノロジーっていうのは2023年もね、えー、S&P をオーバーパフォームしていくというようになっていくんで。 まあ今ねあのナスダック厳しい状況が続いてますけどもあのまあこういったところを見るとあの確かにエサンドピー下がらなかったですけども伸び率伸びしろっていうと私はやっぱねあの九九九だったりとかナスダックだったりとかの方に軍配が上がるのかなとはね考えてはいますうん九九九ねじゃねや多分エサンドピーそんな上がらんと思いますよここから先はね雰囲気なら予想ですけどねそんな上がらないんじゃないかなと思ってます。 最後にこれ、えー、と年間ごとの、ねえー、EPS の伸びなんですけども、きょえー、と去年1年は今のところ46.7%伸びるっていうね、まあ、すごい結果になってます。はい、で、今年の22年は9%伸びる予想、来年は10%伸びる予想ということになってるので、えー、と引き続きね、今のところこのアナリストの予想っていうところがね、予想通りいってくれれば、今年も来年も非常に非常に、あのー、EPS は伸びることになります。はい これだから、まだまだね、あの米国株には、基本からしたら基本的に強気でいいと思います、うん。今は若干ね、金融引き締めでどうなるかというところは分からないんで、今は若干ね、ちょっと休憩気味かもしれないですけども、このインフレだったりとか、金融引き締めがね、まあ、いつ落ち着くか分からないですよ。3月なのか、5月なのか、6月なのか、9月なのか分からないですけど、やっぱり落ち着いてきたらね、非常にいい投資環境をね、迎えるんじゃないかなというふうにね、えー、考えてます。そしてこれが、月ごとなんですけども、若干ね、ちょっと今まで上げてきた数値とちょっと違うのは気になるんですけども、 Q1、えー、は、えー、6.1%の EPS、えー、成長、えー、Q2 は4.5%、Q3 は7.8%、えー、Q4 は11%と、えー、今、Q4 は、ねまあ、25%と書いてあるので、まあ、ここから計算すると25%なんです、ただ一般的には29%、去年からの対比で成長して,るているといわれています。ですが、ここから先、Q1、Q2、Q3 と、ね、めちゃくちゃ減速します、めちゃくちゃ減速する。うん 6%、4%、7%と、ね、EPS 成長はめちゃくちゃ減速します。えー、で、PR が横ばいでも、ね、EPS 株価の成長率で、いわば5%とか6%とか、e、EPS の成長に、ね、あのすごく近似値になると思うので、まあ、PR がね横ばいだったとしても、ここから先は、ね、非常に株価というのは伸びにくいんじゃないかなと思います。むしろ q 水とか Q4 に、ね、EPS 成長というのが大きく乗っかっているので、やはり、ね、株価というのは、今年はどちらかといった後半の方がが、ね、伸びやすい年になるんじゃないかなというふうに、ね、思ってます。 で最後にこの PR ですね。えー、PR は今のところ19.7です。19.7。で、これがこの緑色の5年の PR の平均、もしくは、えー、10年平均よりもはるか高いところにいますっていうところがね、今一番、えー、気になるところかなというふうにね、思います。ちょっとすみませんねあの、赤ちゃんが泣いてしまって今入ってきちゃったら申し訳ないです。で、えー、っとね、ここはちょっとね、もう,もう23分ですけども、ちょっと時間を取ってお話しなきゃいけないんですけども、 えとまあ、ざっくりとね、今年の EPS、来年の EPS は9%成長します。こ、まあ、今年の EPS と来年の EPS はざっくりと、ね、9%成長することになるので、あのー、これを、ねあのー、合わせると、えーとね、確か18%ぐらいになるんだっけな、確か。ちょっと待ちください。えー、1.09、これと書いておきてよかったね、1.09×1.09。 18%ですね。だから今のところ、今年、来年と2年間でだたいね、18%ぐらい EPS は成長します。だから、このね、PR が今、19.7ですけども、この PR がここから先、ずっと横ばいっていう、まあ、ありえない仮定をすると、株価は2年で18%伸びます。18%, 18伸びる。株価がねあの、あ、ごめん、PR が一定だと。うん、じゃあ逆のケースで、株価が一定。 あのこのまま株価がずっと横ばいで2年間 EPS だけが伸び続けると PR は16.6まで落ちます16.6まで落ちます、うん、だ結局株価イコール e p s かける p r じゃないですかで、えー、株価が動かない株価が上がらなくて EPS だけが上がっていくと PR というのは下がってきます当然、うん、で逆に PR が固定ね PR が19.7の場まで固定で EPS が上がっていくと今度株価が上がっていくということになりますはい ここちょっとね、後で所簡でやっていきますね大事だと思います。ただ、いずれにせよ、何が言いたいかっていうと、このまま株価が上がらなければ、2年で PR は16.6まで下がります。だから、大体この世まで下がっちゃうんですよ、2年間でね。株価がこのままずっと横ばいを続けると。だから、あのこれは非常に難しいんですけども、確かに今って PR 高い状況が続くんですけども、例えば、向こう2年間で株価が5%ぐらい上がります。で、EPS がすげえ。 18%成長しますってなると、PR はだいたいここぐらいまで下がってきちゃうんですよね、ほっといても。うん、だから、まあ、あの今 PR 高い状態なんですけども、まあ、どちらかといえばね、あのー、今、ここからそのままストーンって落ちるストーリーももちろんあるんですけども、株価が微妙にね半年で2 3、3%伸びながら、PR が下がっていくとかね、まあ、そんなストーリーもね結構あるんじゃないかなというふうにね思って考えてます。 あんでこれちょっとついでに持ってきたんですけども1月31日時点でナスダック100のフォワード PR っていうのはこんな感じになっているみたいですい。1月31日時点なんでそこから株価は確か2%ぐらい上がったと思うのでもうちょっとね高いところにいるんじゃない今25とかね、うん、だかこれもまあ結構、S、S&P と同じぐらいの、ねあのー、水準で動いて,て、あのー、まてこれがほらコロナ前じゃないですかコロナ前の PR がここなんで。 あでも S&P はもうこれを下回ってるのか、このあごめん、まだ高いですね、まだ高いですよね、ちょっと高いところにいる。なんで、ここも、ね、ちょっと高いところにいるっていうことで、まあ、どうなんだろうねっていうふうに思ってて、まあ、僕自身はまあや,やっぱ PR はね、なんだかんだ言って、今とのどこかでここまで落ちてくるんじゃないかなと思ってます。それはもちろん、株価が下がるというよりかは、株価が横ばいを維持して、例えば Q1、Q2 の決算を超えるとね、 結構なところまで下がってきちゃうので、うんそういった形でもね結構この辺まで下がってくるのかな、だからまあ今年の前半の株価ってすげえ難聴なんじゃないかなと、ね、考えてます。最後、所感ですね。まあ、少なくとも PR が拡大してた20年、そして EPS が拡大してた21年のようなリターンは出ない2年になります。なぜなら PR がすげえ高いし EPS 成長もそれぞれ9%ずつしか伸びないんでね、リターンはあの本当に出ても5%とか10%とかね、まあ、そういった2年になるかなと思ってます。 え経済は基本的に強い状況を保っているんですけれども、PR が、ね、高い状況が続いています。え今、投資して株価が上がる条件、まあ、みんな株価を投資するとき、投資をするときって、特に S&P とかね、やっぱ株価が伸びることを期待するんですけども、今、株価が上がる条件は、<laughs> PR が下がらなければ2年で18%になります。2年かけて18%上がっていくる。もしくは、PR 自体が上がっていくと、それ以上乗りたいんだ。だから、今、投資をする。 で投資をして株価を上げていきたいという期待をするならばこの PR が下がらない状態で EPS が18%という条件を達成するかもしくは PR がさ、ね、らに上がっていくんだという状況になると、まあ、すごくリターンが出るわけなんですよね。でこれがその今、投資をする時のストーリーなんですけども私はそのストーリーというのはなかなか難しいなと基本的には考えているんですよね。 経済は強いんですけども PR って多分ベストシナリオで横ばい19.7を保つぐらいだと思うんですよ。うん、可能性的にはどちらかというと PR は下がる局面だなというふうには思うので2年で EPS が18%伸びても結局 PR が、ね、10%とか20%下がって、ねまあ、トントン終始になる可能性がまあ高いんじゃないかなというふうには、ね、思ってます。うん 特に q1 の予想が引き下がってるって言うのはね。さらに嫌なサインで pr も上がりにくいし、潜在的なね。eps を伸びないかもしれないっていうところがあるので、だから私は今ちょっとね。まだまだ慎重な姿勢を。まあキープしてます。まあ、どちらかとしたら今株価下がってきたな。今えい買えって言ってもまあ、pr 高いからね。まあ、ちょっと短期的な株価上がったとしても、長期的にはまあ基本的には横横化した目線なんじゃないの？っていう風にね。今は要は印象的に思ってるんですよ。だから。 どちらかといったら、今まで以上にね、ちゃんと下がった局面で拾っていくことが、やっぱ重要な1年だなというふうに思ってて、例えば先週みたいなね、中途半端にちょっとポンと上がった状態で買っていくと、要は PR がね、一瞬高くなる状態、いや PR19.7 ですけども、先週ね、一瞬20点ちょっとま上がった状況があるんですよ。そういうういとところでっっちゃうとやっぱなかなかかね PR というのは上がりづらいなというふうに思うので、本当、今回はね、ちゃんとね、下がった局面で拾っていくことがね、重要な一年になるなというふうにね、えー、思ってます。短期的な買ってもついていかずにね、下げイベントをちゃんと狙っていくことが重要かなと思うので、まあ今週ね、c p a があったりとか、来週 FOMC の議事録が出たりとかね、まだまだ金利が上がっているので、まあ、そういったところでね、少しね、株価が下げるようであれば、ちょっとずつ足していくみたいなね、まあ、そんな感じがね、あの長期投資でも向こう2年でね、ちゃんと稼いでいけるね、あのー、投資になるんじゃないかなってね、私はこのファクトセットを見て、改めてね、えー、思ってしたいい みたいですアップサイドは非常に隠られていると思います、さっきも言ったように、上がっていく状況というのは、PR が下がらない状況か、PR が上がっていく状況しかないんですけども、どちらかというと、PR はベストシナリオで横ばいだと思います。ベストシナリオでね、どちらかというと下がっていく、しかも特に、インフレが今から、ね、こう手をつけられなくなったらどうするっていうとこはちょっと分からないじゃないですか。 先週雇用統計が良かっただけで金利が上がる、えー、欧州とかイギリスが金利上げただけで金利が上がっていくという状況の中で今後もし QT やりますとかで次のインフレ7.3%予想じゃないですかインフレが止まらないとかなっていく中で FRB が QT で1トリリオンの削減しますってなった時にこの PR の横ばいが維持できるかなってなったらうんアップサイドが限られてる中そこが PR が横ばいにな,るになる賭けをするのはちょっと分が悪いかなってね。 私は思っちゃうんですよねそれであれば、あのー、何かの表紙で、ね、あの PR というのはまた下がる、まあ、株価がどんと下がる局面が来ると思うので、まあ、そういう時に、ね、しっかり拾っていく方が、まあ、いいんじゃないのかなというふうに、ね、考えている次第であります。 はいちょっとね30分なんでそろそろやめますね、えー、引き続きねこちらねサポート用のノート書いてるので、ね、サポートいただけたら嬉しいですというわけで、今日は決算原則にも株価12ヶ月後に19%ってね内容で送り届きました、今日はね重要なファクトセットの会になったと思うんですけども、も今後もねあのファクトセットで、できれば毎月やっていきたいなと思うんで、今後もねファクトセットぜひ読んでくださいってね、えー、思っていただければね、ね応援のコメントとか、ね、応援のいいねしていただけるとね、ねモチベーション上があるんでね、ねぜひねよろしくお願いします。ではねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイイ